はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んで、えー、その内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にも、えー、再生リストへのリンクが貼ってありますのでよければお使いくださいで。今日ご紹介する本はこちらの図解 えー、眠れないほど面白い世界がわかる地図帳というタイトルの本になります。で、この本はえっと少しま古い本になるんですけれども、2007年に発売されている本になります。で、えっとまあ、ちょっとのっけからあの申し訳ないんですけれども、2007年に発売されたまあ世界の話ということで、まあ、少しですねそのあたり情勢が変わっているかなと思って軽く読み飛ばしているところはあります。そこについてはご了承ください。 でえっと、内容としてはです、ねあのまあ、図解というふうに書いてあるんですけれども、まあ、見開きで、えっとはんえっと、片側のページに文章が書いてあって、片側に、まあ、図が書いてあるという内容になります。でえっと、地図帳ということで、まあ、世界の、えーまあ、地図を使いながらです、ね、えーまあ、その世界の各国が、まあ、どういう特徴を持っているのかというところを、まあ、主にランキング形式で説明をしているという内容になります。で例えばです、ね、面白いいなと思ったののは、えー、消費税についてです、ね、でこれも年のデータ なのでちょっとご了承いただきたいんですけれども、えー、世界で最も消費,税を消費税率が高いのはカリブ海に浮かぶ中米のグレナダで27.5%だとかですね、えー、まあ北欧が高いですとか、まあ、そういった話であったりとか。 えまあ高齢者が一番多い国、まあ、日本なんですけどとか特許申請数の数とかですね警察官の数核兵器の保有数とかですね、まあ、そういった諸々のろの、えー、世界の情勢について説明をしてます。 でえっとまあ面白いなと思うところはですねやっぱりこういったえっと世界の情勢っていうのはですね日々まああの日本でまたアメリカでニュースを聞いている中でもですねあの飛び込んできてるんですけれどもまあこういった基礎知識としての、えー、まあ世界のあり方今世界がどういう状態であるのかというところが分かっていないとなかなかそういった知識っていうのは実感を持って、えー、頭に入ってこないと思いますでそういった意味でまあこの本はですねえっとまあ非常にコンパクトにまとまってて、えー、まあ200ページぐらいでですね、えー、まあいろいろなランキングを紹介して していいるということでまあとはまあちょっとこれはあのちょっと皮肉というか、えー、なんですけれどもその2007年の発売の本なんですけれどもこの本の中で「コンピューター電気、まあ、世界の三強国」っていうのはどこですかと「アメリカ日本もう一つは」っていうふうにまあ書いてあるんですけれども。 まあちょっとあの詳細な内容はともかくですね。この当時はまあアメリカの IBM とか、えー、ヒューレットパッカード、出る日本の NEC、富士通っていうのがコンピューター企業ではトップ5でしたと2006年ということですけども、えー、書いてあります。ですがまあおそらくですね今このデータを取るともう全然違った状況になっていると思います。ちょっと私自身、えー、まあ恥ずかしながらわからないんですけども例えばアップルとかグーグルとか、えー、まあ最近がーファーとか言われますけれどもそのフェイスブック、アマゾンっていうところもそうですしまた中国とか、えー、まあ台湾のき 企業なんかも、まあ、あの非常にランキングを上げてきてると思います。 でまあ、こ別の話ですけれども、まあ、数十年前は、えー、世界の時価総額世界の企業の時価総額っていうと、まあ、日本の企業とか日本の銀行とかですね、えー、入ってたんですけれどももう今や、えー、日本の企業っていうのはどん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 ランキングが下がってると、まあ、そういった状況もあるというふうに、まあ、あのニュース等で聞きます。で、まあ、あのそういったその定点観測じゃないんですけれども、えーまあ、世界がどう変わっていっているかというところについてもやはりこういった基礎知識があると、えー、自分の中で腑に落ちてくるんじゃないかなというふうに、まあ、思いました。 はい、えー、まあちょっと具体的な内容ではないんですけれども、えー、まあ、この本の読み方、まあ、感じ方としてはこんなところかなという印象でした。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。はい、失礼します。